the cowboy too. テストフライト終了。回転そんな高くないと思う。うん、静かだね。静か静か。すげえ静か。前より静かになってる。未来の部分もまあベルトだからないでしょうけど、それにしても静か。いやー静かっすね。ベルトのさ、このプーリーの壁がなくなったんだよね。それが相当、フロントのそうですね。そうそう。それが相当ノイズが出てスムーズになってる。信じられないほど軽いっすもんね、駆動が。うん、8ミリでこれだもんな。軽いって、いやすごい、本当に本当すごいですこれ。軽いね。軽い。昨日飛んで落ちた新車です。いやこれ本当8ミリでびっくりするぐらい軽いです。ああこれいいわ。やっぱプーリーもでかいから。これはすげえ。これすごいですよね。トルクチューブぐらいじゃん。トルクチューブより軽いんじゃないかぐらい。軽い軽い。トルクチューブのまだギアのあれがある。あれですもんね。ふんわりがあるもんね。すげえなこれ。やばい、欲しくなってきた。抵抗値が少なくなったってことで、よりエネルギーをよく使える。うん、本当っすね。要はさっきもなんか話で出てたけど、あの要はデルプーリー、あれが溝があるだけで、うん、自転車でいうとブレーキがかかってるようなもんですよね。そうそうそう、ずっと擦りながら。本当にあの静かなのね。もういいチャリンコみたいな状態、ね、すっごいのね。いやマジですごい。これは聞こえてくるのモーターとブレード音しかないんだ。うん、進化しましたな、XL。まあ俺が飛ばせばあと悲鳴が入るぐらい。やったー！